空がね、めっちゃいい感じに映る。オズモポケット3。はい、どうも皆さんこんにちは、さつまです。今回ですけども、今回もね、みかんの動画じゃないんですけども、前回ですね、オズモポケット3をですね、紹介したんですけども、もしかしたら購入を考えてらっしゃる方の中にですね、オズモポケット単体を買うのか、もう一つね、コンボというのがあります。9万8000円ぐらいするのかな、2万ぐらいの差があるやつがあります。バッテリーがプラスされています。とあとワイヤレスマイクですね、と三脚がついてます。それとね、広角レンズがついてるんですね。でこの2万の差って結構ね、大きいんですよ。いや、これ2万の差、あと少しで10万じゃないかと考えてるね方はですね、クリエイターコンボ買わなくていいです。普通のオズモポケット3単体のやつで十分だと思います。これなぜそうなのかというのをね、今から説明いたします。まずね、バッテリーについて、バッテリーがですね、ちょっと待ってくださいよ、カメラを変えます。これ今ね、オズモポケット1で撮ってるんですけども、やっぱ明るさちょっと違うね、綺麗さが違うよね、空とかほら全然違う。もう夕方なんで暗くなってきてますけど、バッテリーのやつがこれよりももうちょっとね、下に長いやつ、これよりもね、あとね、5センチぐらい、5センチもないかな、4センチぐらい長いのかな、のやつがですね、そのバッテリーとしてついてます。ですけども、実はですね、モバイルバッテリーで対応できます。しかもこれポケットに入れてて充電できますので、こうやって、はい、こうやってですね、今充電ってなってますけども、こうやって充電できますので、こうすることによってまずね、バッテリーは必要ない。で、下にね、これがつくのが嫌な人はこれをつけて、今度は横につくようになってます。ここにこうしてもらえれば充電できます。はい、これによってですね、まあ、あのバッテリーがね、多分ね、1万ぐらい単体で買ったらすると思うんですけども、これだとね、2000円か3000円ぐらいで売ってあります、モバイルバッテリー。こうやって撮影をすれば、もう無限にね、バッテリーを気にせず撮影ができますので、クリエイターコンボについているバッテリーはいりません。はい、そして次、広角レンズがね、ついてると思うんですよ。広角レンズがついてますけども、あの広角レンズはちょっとね、歪みがひどいと言いますか、結構歪みがあります。こう広くね、映すためにこの辺がね、歪んで見える、そういう風に見えてしまうと、実際の大きさだったり見え方とはね、違う映像になってしまいますので、こうやって何かの技術を発信するとか、そのものの大きさを届けたいとき、こうやってみかんが鳴ってますよとかね、届けたいときはなるべく歪みが少ないものがいいですので、もうね、広角レンズはいりません。すでにこのカメラ自体が広角で撮れるようになってますので、もうこれで十分です。ワイドコンバージョンレンズと言いますけども、レンズはいりません。はい、そして次、ワイヤレスマイクですね。ワイヤレスマイクも今ね、これオズモポケット1の音声です。こっからオズモポケット3の音声に変えます。ワイヤレスマイクは必要かどうか、おそらくね、綺麗にね、声がね、入ってるはずなんですよ。今声聞こえるでしょ。今目いっぱい手を離してどれぐらいの声が聞こえてるか、多分ね、かなり声を拾ってると思います。要するに遠くの人が
喋ってその動画を撮る、撮らない限りはワイヤレスマイクはいりません。で、あれもね、単体で充電をしないといけませんので、それを考えるとちょっと荷物になる。こうやって農業なんかを記録したりとかね、する人はね、もう簡単にポケットに、こうやってもう撮影終わったらすぐにポケットに入れる。で、何か作業してて、あ、これ撮っておきたいなと思ったらすぐポケットから出して撮影をする。これぐらいね、素早く撮影ができるようじゃないとね、撮影がですね、そのマイクつけたりとかめんどくさくなってしまうと、それが苦になってね、映像が、まあ、撮りにくくなるというかね、もう気軽に映像を撮れる状態の方がですね、いいですので、これにワイヤレスマイクとかなるとね、確かに持っておく分にはいいですよ。けども、いるかいらないかで言ったらね、いらないです。はい、これでワイヤレスマイクがいらない。バッテリーいらない。あと何がついてました？三脚ですよね。あ、三脚ちょっと忘れてきたな。ちょっと取ってこようかな。あ、あとですね、ケース。こういうケースがついてますけども、これとは別にコンボの方はね、ポーチみたいなやつがついてます。ポーチはですね、このケースがあったらもういれません。ですので、もうポーチもいらない。まあ、ポーチはあのバッテリーとか入れる用のやつで多分あると思うんですけども、もうバッテリーがいらないんだったら、ワイヤレスマイクもいらないのであれば、もうポーチもいらない。ね。ちょっと、あれを取ってきます。三脚を。三脚っていうか、まあ、三脚か。はい。このね、三脚を、もうめったに使わないんですけどね。三脚はこれを使ってます。これは、その場所によってですね、形を変えれますので、これが便利ですね。お、今どういう風に映ってるかな？なんか、綺麗に映ってる？あ、ここじゃないや。隣か。コースを間違えた。うわ、雲が綺麗。このカメラでは。実際そんなないんですけど。綺麗に映ってる。はい、この三脚なんですけども、実際ね、コンボの方についてる三脚っていうのは固定ですので、仮にね、斜めのところ。じゃあ、この、こういう風に、斜めのところに置いてしまうと、このままね、固定は倒れてしまいます。ただ、こういう風な三脚。これ、ジョビーって言うんですけども、結構有名なやつ。三脚ですと、こういう風に調整。立つ角度をね、調整できます。ちょっと今、片手でやりづらいんだけど。まあ、これでね、倒れなくできますんで、それとね、これはね、木にね、木に巻きつけて、まあどうでもいいけど、こういう風にね、巻きつけてカメラを置いて撮影することもできますんで、昔出したね、スズメの動画とかはね、こういう風にして撮影してます。あのスズメの動画はですね、Wi-Fi 機能を使って、これを使って撮影してますので、まあ気になる方は、まあ、概要欄というか、概要欄とコメント欄とかに載せておきますんで、見てみてください。ということで、これも2000円から3000円です。これの小さいやつもありますんで、そっちでもいいと思います。コンボについている三脚よりも機能性が高いですので、あの三脚はいりません。だいぶ明るさ違うくない？これ、オズモポケット1の方ですね。ということで、コンボはいらないんじゃないかというふうな結論にたどり着きました。ちょっと待って、これワイコンつけたら全然違うよ。ワイコン。はい、ワイドになりました。このね、このモバイルバッテリーでもね、2回分ぐらいは充電できますし、これ1万アンペアあります。ね。これでも2、3回分くらいぐらいかなは充電できます。で、だいたいこれの撮影時間が1時間。オズモポケット、こっちの方のね、ポケット1もポケット2も、だいたい1時間見てもらったらいいです。1時間でバッテリーが切れますんで、
3回分の充電で4時間分ぐらいはねあります。そう考えるとコンボはいらないと。ただ別に2万円ぐらいだったら出してもね、そんな変わらないよっていう人はね、コンボを買ってもいいと思います。はい、ということで今回の動画でした。ちょっと画角は後で見てみようかな、この後。はい、以上薩摩でした。バイバーイ。あの向こうのみかんの木が切れるか切れんかぐらい、こっちとこれだろ。あ、変わりませんね。これもどっちも画角は変わらないみたいです。やっぱりこっちの湾の方がね、画角が狭すぎたんで、ワイコンつけてちょうどいいぐらいです。はい、そんな感じで購入を考えている方、この動画が参考になればいいと思います。はい、せっかくね夕方になってきましたんで、どれぐらい光の集め方が違うのか、基本的にオズモポケット3の方が明るいということになってます。センサーがでかいんでね、センサー1インチセンサーが入ってますので、左の方がですね明るく撮れるということになってますけども、実際オズモポケット1とどれぐらい違うのかというのをね見ていきます。もう今夕方ですけども、どんな感じに映るんでしょうか。この手ぶれの感じもね見ていてほしい。この携帯の方と、ちなみにねこれが広角ですけど、やっぱり物の見え方が大きく変わりますよね。なんかサイドがビヨーンと横に伸びたような広角ならではの映り方になります。やっぱりこっちの方がいい。さあどんな感じで映ってるのかは後でパソコンで見てみないとわからないんですけども、パッと見ね、これちょっとサイドにするか、こうしましょうか。パッと見ポケット3が明るい。この辺のほら色合いとか、空の感じとか、画面からはねポケット3が明るいんじゃないかと思いますけども、まあ帰って見てみます。声の拾い方なんかはねどうですかね。一緒ぐらいの近さで、ギャラクシー21オズモポケットポケット3ですね、並べて今言ってますけども、手のブレ方だったりとか声の入り方、今風が吹いてます。風が吹いてる時の声の聞こえ方ですね。風が吹いてる時ってねかなり重要になってきます。ほら風が吹いてて、吹いてて草が揺れてます。まあねこの動画参考にしてみてください。どんぐらい違うんだろうね。イヨカン畑にやってきました。いいね、見やすい画面が、逆光もちょっとずつ入ってピカ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 と光が、こういうのいいっすよね。うん、イヨカン、
ズームも使ってみたりなんかしちゃったりして、いいね。空もね、綺麗に映ってる。いい感じだ。よし、これからの動画はすべてオズモポケット3です。はい。